四大リーグ、100試合以上出場した日本人を語ろう。四大、100試合出場した日本人って何人いるの？久保建英、長谷部誠、乾貴士、中田英寿、奥寺康彦、ぐらい？香川はじりもりそう。時代考えると奥寺康彦以上すぎる。原口も地味に150試合以上出てるな。岡とか200いってるし。加賀、麻也、富、鎌、長、内、佐古、清、武藤も100いってるんだ。21歳竹もすごいが、39歳長谷部以上じゃない。滝もワンチャンあるな。100試合なんてたくさんいるんだ。加賀の場合これに加えてチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグも日本人で一番出場してるんだ。ここにも奥寺康彦がいるんだ。乾派普通にレジェンドなのにあまり評価が高くなくてかわいそうだ。200超え派6人か、長谷だけ別格だが。綿が30後半までやってもきついかな。綿派4代行ったのが遅いから難しい。長谷も30から新境地開拓したし。100行った富竹に行きたい。プレミアより有害枠縛りのあるラリーガのがきついっしょ。その理論だと枠2つだった時に200試合出場の奥最強だな。